さあ羽地くん、はい、ここがね対馬の中心部伊豆原ですよ。確かにこう栄えているような感じがしますね。人も多いし。そうそうね、にぎわってるとこでしょ。はい、ここでよかとこ聞いてみましょうか。いいですね。対馬のよかとこを教えてください。今特に、関心持っているのが金田城ですね。お城なんですけれども、はい、一般的な江戸時代のお城と違って、はい、古代の、山城になってまして、はい、一人で見に行かれるんですか？あ、そうですね、一人で行ったりとか、友達と一緒にトレッキングがてら行ったりとか、はい、こっちの道に行ったら、清バーガーっていうところのハンバーガーが美味しいです。ハンバーガー、清バーガーのハンバーガー、とんちゃんとか対馬の特産品を使ったものとかがあって美味しいです。どういう時に行きますか？なんか自分にご褒美とかどういう時にご褒美だなってテスト頑張ったなとか食べ物が美味しい、特に魚介類。お、魚介の中でもイカは美味しいです。あ、はい、そうなんですね。特産になるんですか？そうですね、自分で釣って食べます。万松院とか行かれました？万松院、万松院っていう厳、はい、かな雰囲気もあって、こう歴史を感じれるんじゃないかなと思います。はい、着きましたね。うわ、いい、おごそかな雰囲気ね。ほんと歴史感じるね。でまたバックが森だから自然と、そしてお寺の重厚感がありますね。万松院は対馬藩主宗家の菩提寺です。1615年に初代藩主宗義俊を弔うために建てられました。132段の百願木といわれる石段を登ると宗一族の墓が並んでいます。対馬市でガイドをしている上原さんに万松院の中を案内してもらいます。早速見えてるこちらの青銅製の置物なんですけれども、これだ、はい、これはまた壁に藩主で書かれてあるんですけど、はい、朝鮮国王より寄贈の蜜不足ですっていうふうに書かれてあるんですが、お仏壇に必ずある3つの道具、三点セットを、はい、といった形ですかね、はい、これが送られたんですか？はい、対馬の殿様の代替わりの度にですね、この蜜不足が朝鮮国王から送られたというふうに言われておりまして、ちょっと現在対馬にある蜜不足はここだけっていうふうに、はい、朝鮮と対馬をつないでたっていうのは、ここにしかないんですかね、対馬でも。そうですね。しかもね、この距離で見れるっていうのもね、はい、すごいですよね。いや、びっくりですよね、確かに。いやー、羽地くんどうですか、対馬の街は。今まで見えてなかったものがね、たくさん見えてきて、こんなに面白いところがたくさんあるんだなって思いましたよ。あれ？何ですか？これ、俺全然知らんお店。なんか趣がある外観ですけど、ね、どんなとこなんで、ちょっと行ってみようよ。大大さん、こんにちは。あ、すごい、女性がすごい、皆さん、何作られてるんですか？今はネームタグを作る体験をしています。ネームタグ。こちらはもともと何のお店なんですか？ここは昔海産物の土産屋さんだったんですけど、はい、今は対馬の島内で捕獲されたイノシシとかシカの皮を使った、はい、工房と、お店と、あとはアトリエに、ギャラリーになってます。神奈川から移住した斉藤さんが手掛けるショップ&ギャラリー代々です。斉藤さんは地域おこし協力隊として島に移住、任期を終えた後もそのまま島に暮らしています。店内には島で捕獲されたイノシシやシカの皮を加工したカラフルな小物やパスケースなどが並んでいます。こちらがキーケースになります。あ、キーケースなんです。おしゃれ。あ、なるほどなるほど、こういう風になってて、ここにかけられるわけですね。はい、そうです。色合いがまた綺麗です ね。いろんな色があるんですね。そうですね。でもこんだけ色ありますけど、全部何種類ぐらい色あるんですか？何種類あるかな、20種類近くあるんじゃないかなと思います。でもなんかイノシシと聞くとってなりますけど、こういういろんな色あったらちょっとワクワクしてきませんか？ですね。そうです、そうです。もう、はい、なんか楽しいですもんね、見てて。そもそもなんで対馬なんですか？もともとは大学時代に、獣医の勉強してる時に、
野生動物に関わる獣医になりたくて、対馬山猫の保護活動を見に来ようと思って来てみて、うん、集落の人たちのお家に行って、うん、山猫のことちょっと聞かせてくださいって話聞きに行ったら、うん、いや山猫も大事なんだけど今もイノシシ鹿の被害がすごくて困ってるんだよって言われて、その時に私は動物が好きなので、うん、山猫がいなくなって困るっていう人もいれば、増えすぎたイノシシ鹿で困ってる人もいるんだって、それが衝撃 でしかもまあ捕獲したりいろんな防護対策とかいろいろしてるんですけど、まあ、なかなか地域の人たちが嬉しそうな顔してないなっていうのを見て、何かイノシシ鹿で笑顔になる人が増えて、でそのままイノシシ鹿の被害も減ったらいいなと思って、思い続けて移住をしました。獣医でもある斉藤さんは鳥獣被害に悩む地域や学校を訪れ、主にイノシシやシカによる畑や生き物への被害対策について説明会なども開いています。イノシシやシカの皮で製品を作ることは、人々に対馬の山の実態について関心を持ってもらいたいという思いが込められています。そんな斉藤さんの活動にはある一つのキーワードがあるんです。私は獣害から獣財へっていうキーワードで、獣財は獣の財産、なるほどね、キーワードで活動させてもらってます。確かにそう言うとなんかネガティブよりもポジティブ、ポジティブに、そうですね、はい、そうですね。獣害から獣財へ Thank you 長崎。